ちは、がくすけです。未解決事件は終わらせないといけないから、続きをやっていきましょう。前回ね、ついにちょっといろいろ開けた気がします。めぐみさんのことがちょっと分かったりとかね。で、めぐみさんの誕生日を入れることで進めるとこがあるらしいので、めぐみさんは2月6日の生まれです。よし、もうすぐ誕生日だったんだな。約束、傷、公園、はい。これです。小学4年生の子供にとって沈黙を守るのは大変なことです。それでも翔太くんはこらえていました。その心の重荷を軽くしてあげたくて、近所の住民、通行人、お店の人などできるだけ多くの人に聞いてみたのです。少し離れた花壇の塀のそばにある空間、小さな隙間から公園が見えて、しかも翔太くんに見つかりにくい場所があって、そこに隠れて子供たちを見守っていたんですよね。毎回公園に行くと、せいかちゃんと同じ年頃の子供のお母さんたちにひそひそと噂されているのが聞こえました。翔太くんにも聞こえたはずです。せいかちゃんが私をママと呼ぶから誤解されるのも当然でした。私は翔太くんに嫌がられてもその気持ちがわかりますから、傷つくことは全然なかったんですけどね。数週間前に翔太くんに近寄らないで離れてほしいと言われた日、しばらく周りをうろついて発見した場所です。あそこは、翔太くんは私と一緒にいるのが嫌だろうけど、私はママじゃないけど、それでもサラさんと約束しましたから、子供たちを守るって。なのに結局あの子に嫌な思いをさせてしまいましたね。ほんの数秒だけ、ずっとつま先すだちするのが大変で、ちょっと目を離しただけだったのに。あー、めぐみさんもともとお母さんの知り合いなのね。あー、で、複雑な感情、めぐみさんのさっきのやつなのかな。嫌だろうけど近寄らないで。じゃあやっぱり翔太くんが言ったことじゃないといけないのかな。しないよね。本当にこれは分かんないや。英語教師の経済状況が悪化したやつね。あ、これ開いてない。あー、そっか、ペラの中にないんだ。困ったぞー。あ、出生追加はないか。電話もないよね。開かないといけないんだ、この2つのどっちか。
校史の経済状況が悪化した決定的な理由。学校を辞めて家庭教師をやってました。ここじゃないの？とは経済的な問題がある。養育費で養育費だったのか。本当に？はい。決定的な理由になるのかな。せいかちゃんは今どこにいますか？今あの子はご家族と一緒です。理由、決定的な証拠っていう感じだったけどな、さっき。夕食を食べさせた後連れて行ってあげました。死にました。あれ、初めてあの子と会った場所の公園の近くまで行ったらあの子が家に帰る道を知っていました。呼び鈴を鳴らしてドアの前で親が出てくるのを待って、その短い時間の間にも私は今からでもこの子だけ置いて逃げようかと何百回も悩みました。私はこんなに情けない人間です。刑事さん、あの子を誘拐した時から後悔している今この時までずっと浅はかでした。あの子のお父さん、あの方がドアの前であの子を抱きしめてずっと泣いて、私はひざまずいて謝罪をしましたが、あの方はむしろまるでは倒れるように私の前で伏せて、ありがとうございますと。無事に連れてきてくれて本当にありがとうございますと言ったんです。申し訳ございません、この罪の償いをします。私が処罰されるぐらいでこの子のあの子のご家族が感じた苦しみが消えるはずはないでしょうけど、私は一生を反省して過ごします。これ最後っぽい。死んだっていうのは嘘でしたっていう。え？違う。一回そういうことにして最終的にやっぱ死んじゃったっていうのが真実になっちゃうのかな。これが本当に最後なんだな。これはもっと上。うん、自首をした理由、別れたっていう話。もう聖火ちゃんは大丈夫ですか？聖火の生存を、はい。でも最後には死んだんですっていう話になったんだよね。あの子はご家族と一緒です。どうなんだ、生きててほしい。あ、ちょっと待って。オッケー。傷こっちで。もう聖火ちゃんは大丈夫ですか？
おばさん家に遊びに行って楽しかったと言っていました。パパに会いたいと言ったら送ってくれたそうで、早くこちらから連絡をせず申し訳ございませんでした。捜索してくださっていると知りながら考えが及ばなくて。あの方が3日前に娘を連れてきた時、私は何も聞きませんでした。おかしな話だと思われるでしょうが、私はただありがとうございますとしか言えませんでした。多分土下座しろと言われても、ええ、やったと思います。娘が無事に帰ってきてくれて、それでいいと思いましたから。あの子は今までもたくさん傷ついたはずなのに、そんな娘をまた傷つけてしまった自分が情けなくて申し訳ない。あの方、自首しましたか？自首しましたね。謎が謎を呼んでるよ。これで開けるようになってない？泣く。くー、これをなんとか見つけないといけないのか。嘘とか沈黙っていうのが書いてあるから、嘘系の話？嘘は良くないけど必要なもの。これはごめんなさい、総当たりになります。この辺だと思うけどね。天国の感じか。本当に似てるの？言わないでってなかった。前はあれ？あれ？なんじゃない？めぐみさんの彼の話は聞かないでください。ひろたくんにも聞こえたはずです。え？嫌な思いをさせた。言葉のはずなんだけど、え、どっかに翔太くんの紛れてる？おいしさま幼稚園の方になんかある？
違うか。お父さんの方、ふみさんたちが、4歳だった時から、本当に詰まっちゃったな、これは。当てずっぽでも無理だったもんな。はい、家族に見えちゃう。こういうのだよね、絶対。沈黙。のかな。僕本当に似てるの？え？え？あれ？めぐみさんは背高いとは聞いたけど、あれ？めぐみさんの息子なのかな、本当は。あ、間違った。あれ？約束、公園、沈黙か。複雑な心情。今は嘘が必要な時じゃないと言われたらどう？翔太くんの嘘がむしろおばさんと聖火ちゃんを苦しめる。悪い嘘だったら？なんで僕が何も悪い言わないのが悪い嘘なの？僕が本当のことを言ったらおばさんがまるで悪い人みたいじゃないか。おばさんはいい人だよ。本当は僕のせいなのに、全部僕のせいだよ。もうよく、意味わかんなくなってきた。ちょっと順番を並び替えよう。聞いてるだけでもいいよ。じゃあって言ってるから話さないって言ったやつかな。一番最初に話してくれてありがとうの前、痛くなかったらこれより上なのかな。あーかな。うん、聞いてるだけでもいいよ。みんなと一緒にいたよ。今なら話せる。前
まだ出会ってそんな経ってないな。うん、話してくれてありがとうからの、モテるんじゃない、似てるの、本当に似てるのからの、翔太くんのせいじゃないわ、言ったからだよ。で、うん、僕のせいだよからの、翔太くんのせいじゃないわかな。うん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 。私が、うん、起きて、さらに上に来て、翔太くん全部つながったかな、これで。オッケー、つながりました。で、鍵をもうすでに1本持っているので開けましょう。何の届けも出さなかったんですか。雨予備招集日、これ聖火ちゃん、ん、気になる。誕生日と名前がわかるのか。実際どうなの。欠席人数は計4人、欠席者リスト、誕生日柴田健介、野原とし、としき、斉藤たけし、原島せいか、別のせいかだな、これ。ちょっと待って、2004年4月3日生まれのせいかちゃん、年まで一緒だけど違う子だー。あー、違う子だった。あー、これ何にも見えないから最後の方がいいかな。雨の話、何の届けでも出さなかったんですか。はい、上の方にあるこれ、うん、これ。その後何の届け出も出さなかったんですか。ちょうど108日前でした。娘が私たちのそばで息をしていた期間です。その間にたった一度だけでも娘を胸に抱いて体温を交わし頬を寄せ合うことができていたら、いえ、ただ泣き声だけでもちゃんと聞くことができていたら、少しは受け入れやすかったんでしょうか。聖火の母親の胸には飲ませる相手のない母乳が流れていました。娘が横たわっていた後にはまだぬくもりが残っていて、それがいつになっても冷たくならないんです。なのに、なのに、できるわけないじゃないですか。思えばやっぱり名前が問題だったんですよ。私が娘に悪い名前をつけてしまったんです。ずっとそれが気になっていました。サイのように狂人になってほしくてつけた名前なのに、結果はサイの角のようにただ一人歩んでいってしまいました。網にかからない自由な風のように、家族に心を縛られることなく因縁も煩悩もすべて断ち切っていったのです。そっか、
全く同じ年齢の同じ名前の子がいたから誘拐をしたっていう感じなのかな。履修をした理由は日付？この108日のことですか？あ、サイカが死んだ日付か。サイカが死んじゃったのは生まれて結構あれ？自分ちのサイカちゃんとして育てようとしたんだね、きっと。で、実際に亡くなったのは多分生まれた日なのかな。わからない、ちょっとここはわからない。じゃないのか。待って、108日、ちょうど108日でした。あ、生まれて108日いたってことか。ってことは何日だろう。108、3ヶ月は経る。あれ？ちょっと待って、亡くなったのが本当にちょうど108日のズレなの？そして4月3日4月1日あ、確かにそのくらいかも。あれ違う、ちょっと待ってよ。サイカちゃん、え、あーそっか、すごい弱かったって言ってたもんな。で、これ名前をつけたのは荒島康生さんの方だ。妊娠23週目で生まれて役所に行ってすぐに出生届出して、で、私がちょっと4ヶ月、8月、え、違うのかな、全然違うこと言ってるかな。あれ、ちょっと待って、ちょっともう困ったな。死んだ日付どこに、あれ、その日に、でも小学校だからな。ちょっと待って、そ、あ、そばを打って息をしていた期間です。ちょうど108日でした。だから生まれて
108日でしょう。いや、月によって日が違うからさ、日が違うからな。ちょっと待ってね、計算しよう。別のブラウザで、4月3日の100日後は2004年の4月が経過は108、0時間。お、4月20日。惜しかったね。もうちょっとやってればいけてたかもな。こっちの、はい、予習した理由。あ、もう31分やってる。今回は一回ここで切ろうかな。でもいよいよなところまで来た気がします。次回がっつり進めていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。